突然ですが、池袋にある西武デパート、皆さん何度か行ったことあるかと思うんですが、西武池袋線の改札のすぐ横にデジタルサイネージっていう電子広告、それがね2面あるんですが、面白いのでぜひご覧いただきたいなと思って動画にしました。西武デパートの中に入っているコスメブランドの情報がふわふわっと浮いてるんですね。この風船みたいな、シャボン玉みたいな丸いふわふわの中に、コスメブランドだけじゃなくて天気予報とか、あと紫外線情報とかも浮いてるんです。私は実はいろいろ仕事をしている中の一つに天気の販売をしています。天気予報、コンテンツポケットっていうので検索していただくと出てくるんですが、天気 API とか美容天気 API、 栄養天気 API と心理の API などあります。今回この西武デパートさんのデジタルサイネージで使っていただいている天気予報、紫外線予報などは私たちの、アプリを使っていただいてます。右下にクレード&ユカナツミっていうクレジットが入ってるんですが、見えますかね。ちょっと見にくいですけど、もし池袋に行くことがあれば皆さんもぜひこのデジタルサイネージをご覧いただいて、見たよっていうふうにコメント欄とかに書いていただけるとすごい嬉しいです。コンテンツポケットについては下の概要欄のところにリンク貼っておくので、後でご覧ください。